はい、皆さんこんにちは。さよたびのさよです。本日はですね、バンコクで格安で受けられる PCR 検査、メットコンサルクリニックに私が実際に行った様子とその時のレビューをお届けしたいと思います。さあ、私はいつものごとくバタバタと準備をしております。そこからどうぞ。急げ急げ。何が必要なの？グラブっていうの、ウーバーなんですけど、バイクがね、あるんですよ。で、そのバイクで行くと、すごく早いので、車がね、バンコクってめっちゃ渋滞してるから、それで行きます。で、メットコンサルクリニックっていうところが、日本のフォーマットにも乗っ取っていて、かつ一番安いところなんですけど、そこが BTS っていう電車で行くと、どうやら最寄りの駅からね、20分近く歩かなきゃいけない、ちょっと変な場所にあるみたいなので、いろんな意味でもね、グラブおすすめです。お財布、パスポート、マスク、カメラ。もう7月なので、マスクはもう撤廃されたんですけど、シンプルに外気が汚すぎるので、どんな時もね、タイ来る時はいつもマスクしてバイクに乗ってるんですけど。今日は忙しいのよ。PCR この後行って、そしたら夜は夜行列車に乗るんですけど、そう、なのでそのための準備としてね、お風呂入ったりとか、で、レートチェックアウトちょっと交渉して、2時まで使っていいよっていうのをいただいたので、よかった。で、髪の毛なんでこうして1本にくくってるかというと、ヘルメットをつけなきゃいけないので、ヘルメットをさ、つけるときに髪の毛長いとバーサーってすごいメデューサみたいになるから、そういう意味でも髪の毛くくっていきます。よっしゃね。ということで着きました。ネットコンサルトクリニック、ビルの2階と3階らしいね。で、こっちなのか、あ、違うな、ここから上がっていけってことかなと思います。バイクで16分ぐらいで着きまして、今は予約のちょうど15分前に到着しました。でも、もしね、できるんだったら、私こういうの怖いので、とっとと終われたら最高だから行こうと思います。ビルディング2のサードフロア、ゴーストライトターンレフト、ここじゃないの、あっちかな。んか、ちなみに結構バイクで通ってると、ここら辺はなんか日本語がほらあったりとか、ちょこちょこ日本語が入っているので、駐在の方が住んでるとこなのかな、わかんないけど。かわいいお花屋さん。ああ、もう怖い。怖い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 。本当に嫌だ、本当に嫌だ、本当に嫌だ、怖い怖い。どこ？ここ？あ、これだ。Third floor, here? あ、これだね。ビルディング2。さっきとこから本当に左にグイッと折れて。あ、ここです。ああ、やりたくない、行きたくない、怖い、痛い、嫌だ、すげえ、嫌だ、マジで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 。I don't wanna go. I don't wanna go. I don't wanna go. ああ、すげえ、嫌だ。でもね、3回目、バンコクについてきてもらったぐらい嫌だ。行きたくない。ああ、着いちゃった。行きたくね、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 嫌だ。ちょっと涙が出たけど大丈夫です。こっちはね、結果から言うと、そんなには痛くなかったけど、翻訳のアプリでこうしてこんな感じで先に見せました。私は痛みが怖いですっつって。あと、まあ、そんなに太いものでもなかったから、そこまで痛くはなかったけど、
なんかもう私みたいにめっちゃもう夏は痛みに弱い人はこんな感じで、私はタイ語に翻訳して痛みが弱いですっていうのを一回先に見せました。でそれで泣きそうな顔したら OK ソフトにやるねって言ってくれたから、それで事なきを得たって感じなんですけど、唾液をちょっとピピってやられるのは全然痛くなくて、まあ、鼻3秒ぐらいでおしまいになったんで、何にはともあれって感じですかね。はい、じゃあこれで、きっとネガティブだと思うので、それを願いながらあと3日間楽しく過ごそうと思いますけど、はあ、疲れた。なんかこういう紙をもらうんです。日本語なんですけど、これは日本の政府が出してるあの公的な書類のと全く中身が一緒なので、全然これをマイ SOS に登録すれば全然大丈夫で、メールで結果がすぐ来るそうなので、それを自分で手書きで入れるっていうスタイルだそうです。一番近い駅 P なんとか P P P。あ、ここ来たことある。あのアーティストっていうコーヒー屋さん前来ましたね。前はね、このここら辺いっぱい来たの。麻生区駅です。ここも繁華街。リアルな日常って感じ。サインダムパラゴンに来ました。今日の夜行列車もめっちゃ寒いらしいので、ちょっと服を買います。なんかこのサインダム駅 BTS 周辺はもうこんな感じで、このサイアムパラゴンっていうのがもう直結なんですよ、ボーンって。でね、あのサイアムの隣の駅がもうセントレジス直結なんで全然いいんですけど、残すけランコムがなんかプリティなことやってる。かわいい、かわいい。なんなん。じゃあお隣のサイアムセンターに行こうと思います。店の方がなんかちょっとお手頃というか現地感がある方です。現地感なかったです。はい、サイアム駅来ました。あっち側になんだっけそこは原宿と、あのタイが原宿と揶揄されているところに例えられているところだそうです。ちょっとだけお出かけしましょう。あ、いけない。あった。次、サイアムスクエア。今日はね、土曜日なんです。だからめっちゃ人が、若い子が多いね。あのマンゴタンゴって有名だよね。こんな感じ。お腹空いた。はい、や暑いね。若い子たちがここでいっぱい写真撮ってる。なんかあんの。はい、人いたわ。よし、じゃあちょっくらスーパーマーケットに行きたい。お腹すいた。なんかご飯屋さんが全然見つからない。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。もう本当に旅行には行きたいけれど帰国前の PCR 検査が嫌すぎる、そんな私の様子を見届けていただき本当にありがとうございます。お疲れさんと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。